おい、あっち見ろよ。今度は飛行機械だぜ。鳥の人の乗り物すごいもん。ノポンの大鳥よりビュンビュンだもん。まあそりゃそうだろうな。おい、あれメリアじゃないか。控訴初心の異例をもって、我メリアエンシェントは時代の興奮を解く吹かせたまわんことを訳すなり、粗相と虚心の擁護に背きて天職を治むることかなわぬ際は、我が身を豪華に投じんことをここに宣するものである。さすがに威厳あるな。我々と旅していた少女とは思えない。でもこれがあの子の本当の姿なのかもね。一人の父親としての願いなのだが、メリアの支えとなってくれとまでは言わん。ただあれの友として、これから先も恋にしてやってほしい。そんなことないよ。どっちもメリアなんだよ。多分。